ワットコム軍はアメリカ合衆国ワシントン州の西海岸部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は20万1140人である。軍庁所在地はベリングハムであり、軍内で人口最大の都市でもある。軍名はラミゴのザワットクムから取られており、騒がしい水域を意味している。ワットコム軍の北側軍境はカナダとの国境であり、 ブリティッシュコロンビア州と境を接している。そこはバンクーバート市圏であり、デルタ地区、ホワイトロック市、サレー市、ラングリー地区がある。またフレーザーバレーチューブにはアボッツフォード市がある。ベリングハムなどにいくつかショッピングセンターなどサービス業があるので、国境を越えたショッピングやレクリエーションが行われている。国境を越えるポイントは5つある。そのうち2つは、 ブレイン市にあり、週刊高速道路5号線沿いの平和のアーチとワシントン州道543号線すなわちパシフィックハイウェイ沿いの商品と歩行者の越境店であり、どちらもサレー市に入る。その他の越境店は、州道539号線で、リンデンからアルダーグローブへ、州道9号線で、スーマスからアボッツフォードへ、タイドライブで、ポイントグローブからツワスンへとなっている。 ワットコム軍はベリングハム都市圏と一体になっている。ワットコム軍はワシントン準州議会によって1854年3月9日にアイランド軍から分離設立された。当初は現在のサンフアン軍とスカジット軍の領域が含まれていた。ワットコム軍政府は軍検証のもとに軍内都市の共同で運営されている。有権者は1978年に 軍憲章を承認した。軍憲章は、軍の憲法として機能している。ワシントン州法にある、自治条項を用いている軍は、州内に4つしかないが、ワットコム軍がその一つである。地方政府は、軍、法人カトシと町及び特殊目的地区に分けられている。これら地方政府は州法に従って設立され、軍政府とは独立して運営されている。軍憲章は、 軍政府の構造を決めている。軍政委員会が軍に認められている。立法権を持っている。委員会は4年間任期で選ばれる7人の委員で構成されている。3人の委員は大統領選挙の前年、4人の委員は大統領選挙の後年の11月に行われる。3つの選挙区からそれぞれ2人ずつが選ばれ、7人目の委員は全軍を選挙区として選ばれている。 軍政委員会は、軍健康管理委員会としても機能している。行政府は6人の選挙で選ばれる。行政官、すなわち軍執行官と5人の部門長で構成されている。軍執行官の役割は、市長や知事に似ている。査定官、監査官、検察官、保安官及び財務官が、軍執行官とは別に選ばれ、それぞれの部門の長になる。 これら6人の任期は4年間である。軍政委員会は条例で主事の部門を創設する。軍政委員会あるいは軍執行官がその部門長を指名する。これら部門には管理部、健康部、検察医部、企画開発部、公園レクリエーション部及び公共事業部がある。司法府には地区裁判所と上級裁判所がある。地区裁判所は限定された。 地方権の裁判所であり、民事及び刑事事件を扱う。刑事事件は、軽犯罪で告発された成人に限られている。州法で、地区裁判所が取り扱う事件を規定している。民事事件の場合は5000ドル以下の損害に関わる、小さな事件を扱うことになっている。この小さな事件では弁護士の出廷が認められない。手続きも、正式のものを略した形になる。 地区裁判所は二人の判事、コミッショナー一人、及びスタッフ一人で運営されている。上級裁判所は、総括的な司法権の裁判所である。七万五千ドルを超える民事事件あるいは金銭によらない保障を求める民事事件を扱う。上級裁判所は、すべての自動犯罪とすべての成人重犯罪を、審問する。また地区裁判所や自治体裁判所の控訴事件も、 審問する。上級裁判所は3人の判事、3人の上勤コミッショナー、2人の非常勤コミッショナー及びスタッフで運営されている。地区裁判所と上級裁判所の判事は軍の選挙で選ばれ、任期は4年間である。コミッショナーは選出された判事の裁量によって指名される。コミッショナーは選出された判事と同等な権限と責任を有する。 法人化された都市と町は市民サービスを提供する。各市長には選出された市政委員会と市長がいる。特殊目的地区には墓地管理、消防、病院、図書館、教育及び上下水道の各地区がある。各地区はその地区内の有権者が選出した役人によって運営される。消防地区群内には12の消防地区。 2の消防署及び1の地域消防部があり、防火、消防及び救急医療を行っている。各消防地区は選出された委員会によって運営される。大半の地区には3人の委員がいる。地区運営費は資産税から拠出される。消防士と救急医療士はボランティアであるか、出動払いである。ベリングハム市の消防士は常雇いである。 地区のいくつかは常勤の消防士と救急医療士を雇っている。ベリングハム市には緊急コールセンターがある。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は2504平方マイルであり、このうち陸地は2120平方マイル、水域は384平方マイルで、水域率は15.34%である。水域には、ワットコムクリークを介して、 ベリングハム湾に注ぐワットコム湖が含まれている。ワットコム群は、ブリティッシュコロンビア州のフレーザーバレー、すなわち、ロワー,ーメーンランドの延長であり、基本的に、フレーザー川の低地デルタ平原である。過去には、フレーザー川の下流が、現在のヌークサック川河口を通ってベリングハム、近くで、ベリングハム湾に注いでいた時期があった。ポイントグローブという面積約5平方マイルの飛び地が、 カナダ川ツワス線半島の先にあり、ここを北49度線すなわち国境が通う。軍内の最高点はカ火山のベーカー山であり、標高1778フィートである。最低点は太平洋岸の海面である。ベーカー山また北はカナダのブリティッシュコロンビア州の2つの行政地域とも境を接している。それらはローアーメーランドとも呼ばれる。さらに、 ビクトリア州都地域の選挙区 G を形成するガルフ諸島とは水上の境界になっている。ワットコム軍住人は多くの公立学校と私立学校を利用できる。これらの学校には修学前幼稚園、小学校及び中等教育学校がある。公立学校は8つの教育学区が運営している。各教育学区は選出された教育委員によって運営される独立した。 地方生態である。軍西部に7つの教育学区があり、軍の南東隅にもう1つの教育学区がある。軍の他の地域は、国有林あるいは国立公園の土地であり、高級的な住人はいない。私立学校としては、林ン,デンクリスチャン学校、ベディングハムクリスチャン学校、ウォルドオフ学校などがある。軍内には5つの高等教育機関がある。2つの大学と2つのカレッジは、 ベリングハム市内にある。もう一つのカレッジは、ベリングハムの西約5マイルにあるラミ族インディアン、居留地の中にある。ベリングハム高科カレッジは、公立の工学と、職業教育のカレッジであり、ベリングハム市内にある。トリニティウェスタン大学は私立であり、ベリングハムの北約25マイルのラングリー地区を、本拠にしている。ベリングハム市内に文校があり、学部コースと、 学位取得支援プログラムを運営している。西ワシントン大学は、州内で3番目に大きな公立大学である。7つのカレッジで学士号と修士号を提供している。学生数は1万5千人以上である。ワットコムコミュニティカレッジは、公立のコミュニティカレッジであり、学術的認証プログラムを運営し、純学士号を与えている。ノースウェストインディアンカレッジは、 インディアン民族が支援するカレッジであり、インディアン社会のためのものである。ワットコム群は、州内でもラズベリーの生産ではトップである。シアトルタイムズによれば、2004年に4600万ポンドのラズベリーを生産し、州内生産高の85%となった。ワシントン州は、国内の87.8%を生産する最大のラズベリー生産地なので、ワットコム群は、 国内生産校のほぼ75%を生産していることになる。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。下表は人口順である。都市名の後の数字が人口である。ありがとうございます。